3学期の公開授業の点なんですけど、メールでお願いします。私結婚します。多様性の役行ってるみたいな言われ方する。毎週来てくれるけど気の利いたこと一つよ、ね、ラップしてるユッキーはあんまり見たくない。そんなやつ教師としてどうなん。だからリリックがいまいち刺さんない。さらばちゃんと話し合いたいです。親がユッキーに会いたいみたいな。歴科先生じゃない方、お前が受けろよ進路相談。そうですね、誰一人取り残さない。いやそこはちゃんと聞いとかないと。考えたわかるのは自分のことだけじゃん。ご事情わかりましたんで。いやそうじゃなくて、はい、なんでこんなにずっと不安なんですかね。サマーにとって本音って何。いいんじゃないですか、ユキコ先生のやり方で。ユキコ先生は気づける先生。即興で言葉ぶつけるって一番苦手なことやろ。本当はなんて言われるか怖くて聞けなかった。自分のためか他人の糧に、いつの間にか街の風に立ち止まれぬ旅の果てに待ち合わせるパリと晴れる。